1954年、太平洋ビキニ環礁でアメリカが行った水爆実験で被爆したマグロ漁船第五福竜丸の内部撮影が許可されました。建造から70年が経って老朽化の著しい第五福竜丸は東京都江東区の夢の島の展示館に保存されています。このような木造船が70年の長きにわたって保存されている、そしてさらに展示されているというようなことは日本全国でもほとんど例がないことなんですね。保存の観点から普段は非公開の内部を主任学芸員の安田和也さんが案内してくれました。ここは無線室です。広さは3畳から4畳ほどです。無線機は放射線量計測のために取り出され、現存するのは置き換えられた別のものです。無線室が持ち場だった当時の乗組員の久保山愛吉さんが被爆の半年後に亡くなってから23日で63年となります。原水爆の被害者は私を最後にしてほしいと久保山さんは言い残しました。船底の広いスペースは魚の保存に使っていた漁槽です。漁槽の外壁と内壁の間には断熱材が入っています。当時は冷蔵設備がなく、中に氷がぎっしり詰め込まれ、 1、2ヶ月の航海の間鮮度を保ったそうです。この船が戦後のまさに日本の復興期の食糧難の時代に建造されて、東北太平洋のど真ん中まで出かけていって遠洋漁業に従事した、その頃活躍をした木の船として、私たちはこの船のことを産業文化遺産とも呼んでいるんですけれども、この船の実物を展示をして多くの皆さんに見ていただこうと、この船の持つ産業文化遺産としての側面と、原水爆のことを伝える平和遺産としての第五福竜丸、この2つの意味を多くの皆さんに知っていただきたい。原水爆の被害を再び繰り返さない、第五福竜丸を通じて今日の核の問題にも多くの皆さんが関心を持っていただきたいし、知っていただきたい、学んでいただきたいし、みんなで考えていただきたいということを考えています。